ピチコです。今日は、2023年6月3日、土曜日です。高松の午前6時過ぎの温度は19度で予報は晴れです。現在午後4時過ぎ、温度は26度、予報は晴れです。暑いですが、風があるのでまだ良い方です。さて、動画は前回の続きからで、高松市牟礼町牟礼との町境の高松町を走っています。高松町は古高松地区になります。読み上げは相引川と古高松です。誤読があるかもしれませんがお許しください。どうぞ。相引川は香川県高松市の東部を流れる2級河川です。屋島の南をめぐり加道の両端に河口を持ち、新川と牟礼川に合流して瀬戸内海に注ぎます。相引川は四国本土と屋島を分離する河川であり、国指定の史跡及び天然記念物屋島の指定範囲に含まれます。相引川の名前は潮の満ち引き時に川の水が東西両方向から満ち、両方向へ向かって引いていくことから付けられたと言われています。以上です。ご参考にしてください。古高松。出典、フリー百科事典、ウィキペディアより。古高松は香川県高松市東部にある一地区で、高松市役所古高松首長所の管内、春日町、新田町、高松町の3町からなる。かつては全域が北郡古高松村として存在し、1940年昭和15年2月11日に高松市に編入された。隣接する屋島地区の片元駅周辺地区を中心として屋島地区と一体化し、8つある高松都市圏の地域拠点の一つを形成する。地理。地区は高松市北東部に位置し、屋島地区の内陸に位置する。人口は2010年時点で21,188人、男11,144人、女11,044人で、世帯数は8,859世帯である。面積は 12.83 平方キロメートルと、昭和期に高松市と合併した地区としては広い面積を持つ。人口密度は1平方キロメートルあたり 1668.9 人。高松市中心部とは独立した拠点性のある市街地を有するが、都市としては高松市中心部と連続したベッドタウンとしての性格がある。この地区の住民は他の高松市内の住民に対して便宜的に自らの出身を屋島と名乗ることがある。それは地理的に屋島地区と近く、生活圏を共有しているなどの親和性からや、屋島の知名度の方が全国的に圧倒的に高い上に JR 屋島駅が地区内にあるため、位置が想像しやすいなどの理由がある。それは屋島地区に近ければ近いほど顕著であり、特に高松町を中心によく見られるが、いずれも正確には古高松地区の一部であり屋島地区ではない。地形。全域が高松平野の一部であるが、地区の南東側には標高 280.1 メートルの前田山、そこから北東に向かって100メートルから200メートル級の山が連続しており、高松平野はここで終了する。また香川県道272号高松市道線によって、それらの山を越え、牟礼地区を経由することにより、交通量の多い国道11号を迂回して、讃岐市志度地区へ抜けることができる。地区の北は相引川を隔てて屋島地区に面しており、
連続した市街地を形成している。地区の西端には春日川、その東側には新川が流れており、それらに挟まれた三角州にあたる一帯が春日町である。ここは周辺に比べて土地が低いため、特に高潮など水害の被害を受けやすい一帯でもある。香川県の典型的な平野の特徴として、この地区でも平野部及び前田山山麓に沿うように渇水対策のため池が多数存在する。山、前田山、標高 280.1 メートル。川、新川、春日川、相引川。古生、お池、菱の池、谷池、長尾池、小山池、新池、鮫池、久米池。久米池八島の景観。高松市のシンボルである八島は南北に細長く、日常的に高松市民は山の上が平たい屋根のような形を見慣れている。しかし、八島の麓である八島地区やお膝元であるこの古高松地区からは、細長い八島の断面を見るような構図になるため、平べったいとか細長い印象はほとんどない。また、地区から見える八島の南端は頂上付近の崖がむき出しになっており、地区民が日常的に見る八島の景観は大多数の高松市民のそれとは大きく異なっている。人口、隣接する地域は割愛しこのようになっています。高松市古高松市長所管内、春日町、新田町港、新田町大津、高松町、最終更新2022年11月8日火曜日。以上で途中までの読み上げを終了いたします。八島レクザムフィールドは、香川県高松市八島中町にある陸上競技場です。2020年に改修されて、新たに八島レクザムフィールド八島競技場として生まれ変わりました。陸上パラ陸上の各種大会やサッカー、ラグビーの試合、学校、企業の運動会や地域イベントなどで利用されています。また、カルチャー教室やスポーツ教室なども開催されています。施設内の案内標識は英語に対応しており、車椅子使用者用駐車施設や多機能トイレ、授乳室などもあります。以上です。ご参考にしてください。はい、これで終了いたします。ありがとうございました。皆様に、幸、多からんことをお祈りしております。